のスライシス。誰？ふんって嘘。この人はこれからアキラのお手伝いをしてくれる白石みのるさんです。バンバカバーン。あ、アキラ様のアシスタントを務めさせていただきます白石みのるです。どうもっす。あれれ、白石さん硬いですよ。ほら、せっかくテレビに出られたんだし、もっとはっちゃけたまえなんちって。すんません、慣れなくて。さーて、早速ですが、視聴者の皆さんからのお祝いのおはがきが来ています。あ、はい。大阪府のベリコー大好きっ子さんからのお便りです。ラッキーチャンネル、テレビ進出おめでとうございます。サンキューです。ところで、アキラさんに質問があります。アキラさんは自他ともに認めるスーパーアイドルですが、アイドルのギャラっていくらぐらいなんでしょうか。教えてください。ギャラ？ええ、随分とダイレクトな質問ですね、これ。あのさ、そんな話聞いてどうするわけ？アキラ様？いや、知りたいなら教えてあげるわよ。ぶっちゃけピンキリです。ギャラ自体安い場合もあるけど、事務所のピン派ね。私未だに固定だから、何パー持ってかれてるか分かったもんじゃないのよね。しかも私3歳からこの仕事やってるし、未だに全額親の口座に入ってるわけね。私には小遣い程度しかよこさないわけよ。それがまた陳家な額でさ。あ、そういえば最近ママがやたらブランド物のバッグ買い漁ってたの。あれひょっとしてこのテレビのギャラ？冗談じゃないわよ、あいつ。私はシンデレラか普通の。ちょっと最近別居中のパパが生活費をこんなことなんじゃ、私にやる気ないわ。いけない、もう別れの時間なんです。アキラ寂しい。というわけで、このコーナーでは皆さんからアキラへの質問や激励、番組に対する感想などどしどし送ってプリーズ。白石さんからも一言プリーズ。あ、ではまた次回よろしくお願いします。そうそう、あんたさ、本編出るってマジ？ね、あ、どこからその話を。